が難波に入ります。難1曲が3本馬強卓4000点から、上がった方には4900点のボーナスです。この強卓ちょっと浅井さんにとっては邪魔かもしれないですね。みんなね、上がりに来ちゃいますもんね、はい、自分が親なのに。高木さん失礼しました。高木さんです。さあチュンと一赤1枚ドラ1枚のハイパイですが、形は決して良くはない、うん、まあまあチュンを仕掛けて全力で行くでしょう。この曲は行くでしょう。行くでしょう。すいません、いじってすいません。高木選手は結構指がたくましいですね、はい、太いですね。あ、本田選手222999777。まあ、指っていうか指以外もう全部たくましいですからね。そうなんですよね。ダイエットのつもりで筋トレをしたら思ったより筋肉がもりもりについてしまったという高木選手です、はい、あ、ドラドラ赤。UB が、あの、ね、今の現メンバーの中でも 1,2 を争うレベルのマッチョじゃないですか、ね、マッチョですね、はい、わわわわわわ。本田選手どうします？ポンして解いていきます？いきそうですね、うん、はい。あんこ2組、ドイツ2組、スーあんこも見たい、ね、ちょっとありますけど、けれど、まあ、3本巻き卓4000点というところもあります。うどう判断するか。本田さんは強卓なくても泣きそうですからね。まあそうですね、もともとかなりフールは多い選手です、はい。まあ、これで一旦いいシャンテン、うん、いやー高宮さんはちょっと重たいかな。うそうですね、でも強卓を諦めたくない、はい。今曲も役配の重なりは見ながらという打ち方になりそうです。パーピンもちもちになっちゃった、うん、本田と日向に2枚ずつパーピンがいきました。うん、ポンポン、はい、親番高木から声がかかります。さあ白難切るかな。言いそうもね。おー、ヤンピン、ヤンピン、上がり優先にするならリャンピンは残るかなとは思ったんですけど、ここも打点狙いですかね。うん、強卓に踊らされずに高打点を作るのが得意浅井高木、ここでしっかりとその個性を見せてくれるか。個性といえば、あの左肩を結構後ろに引いたスタイル、あんまり M リーガーにないですよね。なんかいろいろ見てますね。ちょっと斜めに構えた感じです、うん、はい、うん、でテンパってるんですよ。あれ、本田さんが3あんこ、3あんこ、おお、えで、要するに数あんこ変化があるんですが、パーピンは日向選手が2枚持っているので、うん、そうなんですよね。このまま数あんこ短期をテンパることはないんですけれど、ただウーピンが日向さんのウーピンも結構危ない、うん、そうですね、うん、ここのウーピンは出ないと思うんですけど、はい。スーピンとローピンの状況というと、スーピンが山にあと1枚しかなくて、ローピンが2枚あるので、ローピン、ローピンと引いてのスーアンコだけは残っています。で、高宮選手の手が随分良くなってきました。今のウーアンはめちゃくちゃ嬉しいです ね、 あ、これでウーピンかなり出なくなったかな。日向さんも出なさそうです、うん、でも E1 でゆったり構えますか、はい。で、こちらがドラドラ赤になっている親番高木、はい。日向さんは高木さんに絞ってもいますよね、これね。ああ、そうなんですね、うん、なるほど。変化する、日向さん3ピン引いたらリャンウーピンでリーチ打つかな。強卓ひどいねって黙ってももちろんありますしね、ええ、本田さんは結構リーチを選びそうな気はします。うん、お、いいシャンテン、はい、リャンメンカンちゃんのいいシャンテンになりました。親番高木です。ピンズ来たか、リーチ打ちそうな気はしますが、どうだ。ライデンティティ、ライデンティティを胸と背中にユニフォームに刻んで、おお、ダマテンだ、うん、数段子変化をまだ見ていきます。見ましたね。まあ、ダマテンで上がってもだ、あの強卓があるんで十分っていうのもあると思います、そうですよね、はい。リャンピン1枚、ウーピン2枚、山に残っています。これを上がると3200は4100の強卓4本、8100点の収入ですか。高いですね。あ、見えましたね、ライデンティティ背中の、うおと、なんか急に定数計算難しくなった。今のところ3個のみなんですよね。シンドラが嘘乗ってない。あ、
かん、うん、あちょっと指先が震える。リーチだー、うん、リーチ3アンコ、まあ、これで点数計算は簡単だったんですけど、はい、ただこれね周りから見るとちょっと不思議なリーチですよね。もともと黙ってて、うん、今リャンマン引いてきて関してつもぎりリーチなんですよ ね、 リーチですね。なんじゃそりゃと。そうですね、アンカンするならリーチってなったわけですよね、うん、アンカンする前はやっぱり打点があんまり高くなかったっていう読みになりますか。間違が悪かったっていうのがやっぱり基本の読みにはなりそうですね。間違が悪くてもアンカンで高くなったからリーチ、うんうん、それが一番ありそうですか、はい、ところがどっこいリャンウーピン、ツボタン、リーチツボ3アンコ。さあ裏ドラマ乗ってる。1、2、3、4、5、5だ5枚乗りました。パーピンが2枚と9番が3枚。うわーすごい。これ供託4000点に、これはすごい収入だ。一気に持ち点が43,900。トップとなりましたチームライデン本田智弘選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。さあ今シーズン個人1勝目となりましたが、まず率直な感想いかがでしょうか。いや嬉しいですね、はい、めちゃくちゃ緊張してたんで僕も。あ、緊張されてたんですか、はい、あ いつも緊張してます。あ、はい、いい緊張感で今日も臨めたということですね。はい、はい、あと浅井君になんかあの対戦前に筋肉の話されたんで、はい、あここ筋肉対決だったんですね、はいはい、俺の方が筋肉強いよって言っといたんですけど、はい、確かに強かった本田さんの方が。あ、じゃあ今日のマージャンは筋肉で勝利したと、はいはい、そうですね、はい、まだ筋肉として先輩なんで、はい、Mリーガーとしても先輩。あ、そうですね、ですけれども、はい、いやでも本当にそのこうパワーをしっかり見せた曲、うん、内曲3本場、はい、リーチツモ3アンコ、うん、裏5でしたけれども、いやすごい上がりでしたね。いや危なかったですね、あのまま闇点なんて貫いてたら、はい、裏ドラもったいないことになってたので、はい、そうですね、ちょっと供託欲しいのと、うん、浅井さんの支配にちょっとリャンピンがあったんで、うん、はい、なんか固くいったんですけど、うん、これどうなるかなって思いながら自分でもやもやしながらダマ点にしてたんですけどね、うん、ちょうどいい安感できる牌持ってきて、はい、うん、あれが、はい、助かりました、まあ、ラッキーでしたね、はい、今シーズンの意気込み、そしてファンの皆さんへのメッセージお願いいたします。はい、まあ、今も言いましたけど監督も含め、まあ、チームメイトも含め、あの絶対このチームで勝ち切りたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは参りましょうか、はい、本日も大伝の麻雀は面白いんです。ありがとうございました。